お金関係の身内修羅場。実家の父はサラリーマン。母は働いたことのない専業主婦。二人とも50歳。そんな両親の結婚記念日に、両親から話があると、当時22歳だった私と双子の兄に急に切り出した。内容は、両親が二人で貯めたお金がちょうど1億になった。家のローンがあると言っていたが、 実は5年前に完済してる。父は会社を辞めて母と犬とでキャンピングカーで全国を回る。キャンピングカーは購入済み。なお、1億は両親が今から使っていくけど残ったら子供私たちに渡そうと思ってるけど残らない確率高い。子供の結婚資金や家購入の援助は一切しない。両親の介護問題は 両親で型をつけるので、子供はノータッチでいい。両親の家は残せるので、売却するなりして、子供同士で分けなさい。ということが言い渡された。急な発言にびっくりする私と兄。小さい頃から、特に貧しい思いもしなかったけど、贅沢もしなかったので、ごく普通だと思っていたので、びっくりした。でも、兄と二人で今まで育ててくれて、ありがとうだね。 と言って両親を応援すると言った両親は次の結婚記念日が来るまでに会社を辞め、キャンピングカーで北海道に向かった。両親の旅立ちから半年後。私は実家に兄と二人で住み続けていた。ある日、仕事から帰宅すると、門扉のところに大きなカバンを持った老年女性がいた。恐る恐る近づくと、それは、 母の兄の妻、おばだった。久しぶりにおばに会い、しかも突然だったので、どうしたんですかと、言うと、急に、裏切り者と怒鳴られた。あまりのことに呆然としていると、おばは、私が手に持っていた鍵を奪い、勝手に家に入っていった。何が何だかわからないけど、大変なことになっていると思い、兄に電話。でも、出ない。 とりあえずおばを何とかしないと、と思い、私も家の中へ。おばは、勝手に冷蔵庫をあさりながら、あんたの母親には騙された。今日から、私はこの家に住むと言い続ける。話の内容を聞くと、母は、数年前に、10、30万を3回ほどおばに融通。1年前に依頼したところ、うちにはお金がないと断られた。義母、 私の祖母から、預金のことと、長期の北海道旅行に行ってると聞いた。そんな金があるのに、なぜ今まで貸さなかった。母が帰るまで私はここに住む。と知り滅裂な内容を。そこで、何か私の中で切れた。自営業のおばは、バブルの頃、よく、母に腕時計を見せて。あなたには海外いいよ。 サラリーマンズマなんてアホらしいと言ったりとにかくバカにしてた。それを急に思い出した。それも含め、過去に、畜生バラの子など、おばに受けた嫌な思い出を思い出したら、勝手に身体が動いた。ソファの横に置いてたおばの鞄を奪い、玄関から道路に放り出した。慌てて、鞄を拾いに行くおば。その隙に玄関扉を施錠し、おじに電話。 おじには、5分以内に、うちの家の前にいるおばを退却させなかったら、警察に電話すること、後おばは病院連れて行けと通告。おじも一瞬戸惑ってたが、おばの携帯に、おじから連絡があったようで、おばは立ち去った。以上が、約5年前の過去の修羅場です。